草が生い茂り通り道ですらないところを進む取材班その先にあったのはまさに廃墟という建物中に入ると天井は剥がれ落ち階段は抜け落ちて歩けない状態床には一面にほこりが積もっています黒電話 <laughs> 黒電話 いお初めて見ました、私、こういうダイヤル式のテレビ。<laughs> ここは愛知県西尾市の旧佐久島観光ホテル。地元の人によると、40年以上前に廃業して放置され、現在は寄付を受けた西尾市が管理しています。 取り壊したの瓦礫もです、ね、あの本土の方に持っていかないといけないので、かなりの費用が階段にかかってしまいますので、それでちょっと頓挫してるっていう状況に困っている場所ではありますねできれば壊してほしいけど、危ないので、うん、老朽化が進んだ危険な建物が、長年放置された背景には、がが抱える課題があります土日なんてもう数えるぐらい しか来てないい困困る困るる本当 <laughs> サビサビななっっっちゃってる使って使から30年ほど前からアートによる島おこしに取り組んできた佐久島一時観光客は年間10万人を超えるまで増加しましたが新型コロナなどの影響で近年は8万人ほどにまた住民の半数以上が65歳以上で 町おこしの担い手不足も深刻ですこうした状況は佐久島だけでなく西尾市全体も同じでこれを改善しようと市は今月から新たな取り組みをスタートさせました民間の方に貸していきたらなというふうに思っております、はい、このハイホテルをはじめ市の所有地や建物を民間企業などに貸し出す制度を始めたのです このハイホテルの場合、費用は年間およそ十五万円です。また、今回の制度では無人島の鹿島も対象になっています。一日およそ七千円。最長で原則三年まで、一つの島を丸ごと借りられます。そこで、こう経済活動が起こるですとか、賑わい創出が生まれることによって。やっぱ、こう街の発展にもつながっていくので。 このほかにも、使われなくなった役場や廃止された子育て支援センターなど、市が所有する建物や土地、すべてをレンタルの対象としていて、すでに3件問い合わせが入っているとのことです。ワクワクしすぎて困っちゃうようなアイデアが逆に来ると面白いなっていうふうに期待をしています。